はい、どうも旅行きたいクリエイターの佐藤龍です。本日は京セラの新製品発表会にやってきております。今日発表されたのはタフネススマホのトルクシリーズの新しい商品トルク 5G が、発表されました。はい、というわけで、タッチ&トライコーナーに置いてあった、実機トルク 5G でございます。5.5 インチの IPS 液晶ディスプレイを搭載しておりまして、背面はこんな感じですね。カメラはワイドとメインのデュアル仕様、お財布携帯機能もついております。この下のネジを開けると、後でまた紹介しますが、バックパネルが外せるようになってます。ピントがってませんが、本体右側面には、指紋認証一体型の電源ボタンと、あとカメラのシャッターボタンがついてますね。それから左側面には音量調整ボタンとアプリや機能が割り当てられるダイレクトボタンが配置されています。本体底面にはタイプ C のコネクタがあってキャップ付きですね。このキャップ別売にもなっているので、もしなくなったり壊れたりしても大丈夫です。でこのホルダーに新しいカメラ機能とか、あのトルクのオリジナルのカメラ機能がまとまっているので、このあたりをちょっと紹介していきたいと思います。まずはマルチカメラということで、背面とインカメラ両方を同時に撮影してワイプで表示するという機能ですね。これ結構よくできていて、このワイプの位置も自由に動かせるんですが、これね、録画中にも動かせるんですよ。あとピンチインピンチアウトでワイプの大きさも調整できると。でこちらフィッシングアプリですね。魚を釣った時にこうやって魚と一緒に撮影すると、魚の大きさとか、あと魚の種類なんかも、オーバーレイで表示してくれるようになっております。こちらはアクションオーバーレイ、移動のログだとか、あと移動スピードなんかをオーバーレイ表示して動画で撮影できるモードです。それからプッシュムービーという機能もありまして、カメラのシャッターボタンを押している間だけ動画を撮影して、話していると動画が止まると。でしかもそれ、撮影中1本の動画として生成されるので、 Vlog を作るときなんか結構これ便利なんじゃないかなと思います。アウトドアでね、こう山道歩きながらいちいちなんかこうカメラアプリや立ち上げて撮影してというよりは全然楽ちんだし、後から動画編集ソフトで編集する必要もないので、かなり楽ちんになるんじゃないかと思います、編集作業が。あと地味に嬉しいのが、この風切り音低減機能が入ったので、外で風が強い時とか撮影するのにありがたいですね。ここからは別売のアクセサリーの紹介です。まず三脚ネジ対応マルチホルダー。三脚ネジ穴、あの背面とあと底面に2個ついてるんで、結構好きなアングルであちこちに取り付けられるんじゃないかと思います。ヘルメットだとか、あと自転車のハンドルだとか、そういうところにつけてアクションカムのようにして取り付けられると。あとボタン類に干渉してないんで操作しやすいです。これがフローティングストラップですね。水の中入れても大丈夫という感じで、これまあ前からあるやつですけれども、今回はこのハードホルダーにバックルがついていて、このバックルフローティングストラップと共通になっているので付け替えが結構簡単にできるそうです。この辺はよく考えられてるなと、便利だなという感じですね。あと落下防止用のパラコードもついているので安心です。今回コールマンとのコラボレーションモデルも用意されているということで、このコールマンのテントだとかアウトドア用品も展示されていました。であそこに見えるのが、コールマンとのコラボレーションモデルになっております。このようにですね、背面がカモフラ柄になっていて、あのベースはレッドモデルなんですけど、背面パネルだけこのような、カモフラ柄になっていて、コールマンとかのロゴが入っているという感じです。かっこいいですよねこれね。買うなら俺コールマンモデルだなぁと思ったりしますね。コールマンモデルにはこのオリジナル壁紙だとかオリジナルのアプリも入っています。このように氷付けにしても、ちゃんと動くというタフネスさぶりはトルク相変わらずの、機能といったところでしょうか。あとね、まあ丸洗いできる、まあ、防水機能対応なので丸洗いはもともとできたんですけれども、こんな泥がついてもそのまま洗えると。で今回から、泡ハンドソープにも対応しているので石鹸つけてゴシゴシと洗えますね。アルコール除菌シートも使えるそうなので、まあ、そのあたり気になる人は清潔に保てるのでいいんじゃないかと思います。会場にはこんな感じで歴代トルクモデルも展示されておりました。
まあ、万人受けするスマートフォンではないんですけれども、こう刺さる人には刺さる、トルク付きっていうユーザーいると思うので、そういう人たちに向けてかなりいい感じでアップデートされたモデルなんじゃないかと思います。僕もね、アウトドアもうちょっとやってたら買ってるかなと、それぐらい魅力のある機能が豊富な端末に仕上がってるなと思いました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いします。またね。